さて来るかしら。うっ、私のクッション、私のクッション、え、こういうことだよね、合ってる、これ優しくちゃん来なかったらやばいじゃんって。いる？なんか汗ばんでない、今日の私の前髪大丈夫そう。え、こういうことよね、こういうことじゃない、え、来ないんだけど、え、どういうこと、合ってる、合ってんのかな、これお互いここで配信始めてたらめっちゃ面白いよね。あれ、こういうことじゃない、どういうことだ、みんな合ってる、合ってんのか、あ、来た、お答えよ、オーケー、はい、オッケー、ビビる、暑くない今日、ムシムシしてるんだけどね、来ますよ、もう、あ、来た、え、どうかな、声ディレイ、停止が、今はずれてないよって、やったー、来た、なんか私の前髪なんてどんどん汗ばんできてるんだけど、確かに汗かいてるっぽい雰囲気はあるね。うん、ちょっと昔を思い出しちゃう。え、映れてないって、よし、あげ、それ何、何色、黄色かわいい塗りたてだからめっちゃ見せる、うん、だからなんかテカテカしてるんだけど塗りたてだからテカテカ、テカテカ、え、だからなんかあれやってたよね、地味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 洋服選手権、あ、ダサい服ね、そう、どんな格好したの、でも洗礼されてんのよ今、あ、そうなんだ、ダメじゃん、断捨離しちゃったからね、変な服がなかった、でね、服で勝負するんじゃないのよ、頭とかになんか変なことしたりすんだもん、でも全然ダサくな、ダサ、まあ、ダサかったけど、もちろん変にはなる、ある程度変にはなっちゃうんだけど、うんうん、なんかその昔すごかったのよマジで、ちーちゃんと私とりえちゃんとそれ横山のその遊びがもう面白すぎて、レベッチすぎて、そう、昔やってたのそれを、今流行ってるんだよそれ、え、そうなの、そうだよ、ハッシュタグダサギとか、ハッシュタグダサギ選手権とか、じゃあ相当前にやったんだけど、それをやってたんだけど、遊ぶことがすごい、遊ぶ内容がなかったから、それもめっちゃ楽しかった、その時に比べたらやっぱもう頑張ったって、もうそうだ、その時本当にダサい服いっぱい持ってたから、うん、レッスン着とか捨てちゃうしね、まあレッスン着はあるんだけど、なんかもうレベチなのよ、なんかもう変だったからさ昔の服ってそうなんだ、あ、でも分かるよ、スカートズボンとか、うん、そう、昔の服って変じゃん、やっぱり時代遅れだから、うんうんうん、分かる、スカートズボンとか超懐かしい、スカートズボンって何、え、スカートズボンが一緒になってるやつ、うん、あ、ジーパン、キュロットって、キュロットって言うの、キュロット、何、キャロット、人間、キュロット、キュロット分かんない、キュロットだよ、キュロット、キュロット分かんないや、何の時間っていう、コメント読んでる、うん、コメントね、読んでるけど、ちょっとね、ラグっていうか、遅いからね。あ、そういうこと？そっかそっかそっか。うん。ん？大分県だけはないって言われてるけど。何が？どういうこと？キュロット。キュロット。キュロット。あれか、方言か。後ろズボンのやつ？スカンツ。あ、顔合体させてって。難しい。あ、鼻がなくない？うん、ちょっとでかくなって、ちょっと待ってちょっと待って、あ、いいじゃん、あ、あ、こうじゃない、もうちょっと近づくか、あ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 、目出てきちゃった、目出てきちゃった、目出てきちゃったあれ、なんかずれてるんだけど、こっちか、あ、なんかお腹、あ、あ、あ、もういいじゃん、来た来た来た、めっちゃブスだけどいいのめちゃくちゃ相性悪いけど、うちらよかったね、別々でめちゃめちゃ相性悪かったね、別々でよかったわ、なんか全然ダメ質問来てるよ、質問よ、何これ、どういうこと、
サッシー爪かわいいしてって。変なのやんないで。フワちゃんのギャグっていうかギャグ。あ、そうなんだ。爪かわいい。ギャグなのかな。あ、声ずれてないって言ってる。何がいいかな。さっし、年の差感じた？あんま感じないよね。そうだね。ちょっと待って、わかんない。年はあんまわかんないよねとはごめん、言えなかったわ、ちょっと。何歳離れてんの？何歳？え、私二十歳になった。でしょ？なったってことは、今年、あ、でも7歳差か。うん、でも7歳差だとは思わない。いや、私は思ってるかも。いや、さすがに若いよ、ネルが。いや、私は若いけど、でも、うん、なんだろう、なんか同級生って言われれば同級生って感じするよ。光栄、ありがとうございます。光栄です。猫ちゃんみたいです。あ、どこ行っちゃったね。どこ行っちゃった。あっち、2人こっちにいます、うん、仲いいの2人って。まあ、喧嘩してる、ね、前よりは仲良くなったけど、やっぱ喧嘩はする。あ、するんだ。男と女だからね。女がやっぱ気が強い。え、性別違うっけ。違うよ。めちゃめちゃ顔に毛ついてるわ。なんかそういう時ない。で、絶対どっかに毛ついてるっていう気持ち悪さ。髪の毛のさ、なんかめっちゃ短いやつみたいなのさ、どっかついてる。絶対猫の毛だと思う。私はね、髪の毛がなんか切れてるみたいなのがつく時ある。前髪すごい短いね、やっぱり。そうなのよ、自分で切っちゃったからさ。でも似合うよ、本当に。本当？ギャルモデルみたい。ポップティーン。ポップティーンモデル。メルタンっていう人で、急に金口でバラエティで喋ってくる人。そうそうそう、絶対。え、サッシーじゃん、マジ？え、サッシーみたいな。そういうタレントさんみたいな感じが。え、サッシーじゃん、すごい、ウケる。みたいな。っていう人みたい。前髪短いとすごい。僕は、メルタンでーす。よろしくお願いします。うん。メルルはいるもんね。うん。あと2ヶ月で20歳になります。20歳までにしておいた方がいいことありますか？私は10代のうちに絶対しておこうと思ったのが、裁判の傍聴に行くことだったから、お、それは叶えました。行きました。19歳の時に。すごいね、ちゃんとそういう目標があるの。そう、決めてた。絶対10代のうちに行く。なんかさ、20代で行くのとさ、10代で行くのとはさ、違う場所ってあるじゃん、なんか。うん、10代で行くからこそ意味があるなと思って行ったね。そういうのがあれば素晴らしい。逆にどう？俺、後頭部が短いハゲっていうコメントが急におじさんから来たけど、何これ。どういうことバカ言って。ハゲじゃないよ、自分でそうやって言うからハゲちゃうんだよ。でもさ、いいじゃん、逆にさ、自分から言えるってことはもうなんか誇りに思って。うん、そうだね。いいじゃん、キャラクターとして。どうだね、二十歳になる前の10代にアドバイスありますか？なんだろうね。うん、まあでも親孝行かな。でも10代のうちに難しくない？まあなんかさ、誕生日プレゼントは絶対毎年あげるとか、そういうこと。あ、確かに確かに。私、母の日いつもカーネーションあげる。カーネーション素敵ね。うん、今年は宅配で。あ、宅配？あの、リモートで、リモートじゃない、リモートじゃない。宅配の、あの、お花屋さんっていうのがあるのよ。ああ、そっかそっか、買いに行けないからってことね。そう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 。かな、だから。でも10代はやっぱいいよね。10代って響きだけでもなんか素晴らしい。そうかな。20代の方が楽しいけど、私は断然。あ、そうなんだ。そう言えてる人生が一番いいよね。なんか、あの頃楽しかったとかじゃなくてさ。全然今の方が楽しいよ。それがいい。そうなりたい、私も。そうなるように頑張る。絶対そうなるって。基本みんなそうだよ。でもさ、そんなことないじゃん、やっぱ。やっぱあの頃良かったなって思う時って、多分みんなあると思うけど、でも今が一番楽しいって思える人生に私はしたい。っていうね、さしこちゃんも目習って頑張るわ。そうなのかな。あれね、これさ、さっきのやつさ、残したんだけどさ、うん、
これさ、インスタグラムテレビみたいなやつ残せばいいってこと？あ、IGTV、そうそう、なんか IGTV にしか残せなくなったんだよね。で、それってさ、私今残したんだけど、どこに行っちゃうの？なんか IGTV のところに行っちゃう。はずいね。なんかね。勝手に消えるのかな？いや、消えないんだよ、それが。あ、そうなんだ。じゃあ、しばらくしたら消せばいいってことね。そう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 。なんか、なんだろう、欄があって、投稿、IGTV、みたいな、あの、連絡があるんだけど。わかった。うん、ちょっと説明しにくい。私説明した。明日メルがご飯作んなよ、夜ご飯。ね、作ろう。一人で。でも、そうだね。明日でも、あれかも、稽古かもしれない。ああ、そっか、忙しいのか、ってか。そうね、意外とね、ちょっとバタバタしてて。いいことだね。いいことね、ほんと。大人になったねってめっちゃ言われる。たぶん、大人だもんね。信じられないよ、二十歳って。笑っちゃう。だって何歳の時 ?12 歳とか ?12 歳じゃないかな。私は20歳ぐらいだったけども。そうでしょ。え、だってそのさしこちゃんの年齢になってるってことでしょ。やばくない？そうだ。そう思ったらすごくない？そう思ったらすごいよね。すごいわ。ほんとすごい。そっか。うん。それはちょっとすごいわ。びっくりしちゃう。すごい、うん、すごいわ。感慨深いっすね。本当だね。うん。本当だね。本当だね。本当だよ。三回も言った。本当だ、すごいよ。弟は何歳？弟は結構年離れてる。あ、そうなんだ。そう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 。大人になってきた？え、身長抜かれた。バくない？すごい。やっぱり男の子の成長は早いよ。そうだね、こうなるとね、思春期早くなるとね。そうそうそう。そうだよ、のこみくんもあともうちょっと成人ってやばいね。いや、それはやばすぎる。やばすぎる。それはやばすぎる。前髪どうしたのって書かれて、切りすぎたの。切りすぎたの。まあ、さっきのおじさんまた来ないかな。ハゲ？ハゲ。ハゲちゃん。さしこちゃんとメルちゃん、インドネシアのファンいるだよだって。あ、とりまかし。とりまかし。とりまかし。ドラマッパギー。どうだ。コミク成人だよ。やばいよね。うん。本当にさ、子供だってね、どっちも。可愛かったね。今は大人になってすごいよね。みんな頑張ってて。もうね。あ、うどん大丈夫です。うどん三玉ぐらいでなんか三チュロぐらいしか食べなかったよね。可愛かったな。大人になったな。二人でまた旅行とか行かないの？行きたいね。コロナ落ち着いて。行きたいね。だいだけ。ちょうど1年ぐらいで多分韓国から。あ、そうなんだ。うん、楽しかったね。楽しかったよ。次どこ行きたい？アメリカ。遠い。遠いし日数必要だし。絶対アメリカ。なんかあれかな、台湾好きだから私。台湾好きよね。台湾大好き。2年に1回は絶対行ってるでしょくらいベースで行ってそう。1年に1回行ってる。もっと行ったわ。好きなんよ。スタシオどこ見てる？スカートジャパンです。スカートジャパン。あ、スカートジャパン見てます。自分が出てる。そうだよ、ちょ書いとこう。スカートジャパン、スカートありがとう。ジャパン。国内だったらどこかな。あ、なんかね、石川県興味ある、うん、石川県何が？ご飯。なんかこの間あれなのよ。ありがとう。うん、ミャオと北原とご飯行ったんだけど、うんうん、その時なんか適当に選んだお店が石川料理のお店だったの。ほうほうほう。だから金沢。そうそう、うん、なんかご飯めっちゃ美味しいらしいよ金沢って。え、ご飯美味しいとこで日本は。でもさ、福岡とさ東京のこんぐらいじゃない？間じゃない？
確かに、ちょうどなんか石川県合流できるよ。そう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 、現地でさ。ね、北海道もいいよね。わかる。北海道も行きたいね。いや、北海道ってもう食べ物が美味しすぎて、行ったら行ったら、ね、1日1キロ太る絶対。あー、なんかメル行ってたよね、結構前、ちょい、うん、1年前。めっちゃいいよ、だって朝海鮮丼、朝一さ一部行って海鮮丼食べて、いいじゃん、うん、昼スープカレー食べて、夜ラビスとかさ、ジンギスカンとか、いいじゃん、よくない？いいじゃん、最高。あ、のどぐろ、のどぐろって金沢なの？ん、石川、石川、のどぐろ美味しいよ、ね、石川はだってマジで何でもうまいんだから。うん、福岡のおすすめのご飯、福岡もご飯美味しいもんな。美味しい、うん、マジで美味しい。私ね、魚好きなんだよね、福岡の魚。美味しいね、魚美味しい、お寿司とかが普通に美味しい。福岡でも私は味濃いやつの方が好きなの、お鍋とか。あー、もつ鍋美味しいよね。もつ鍋うまい、うん、大山のもつ鍋をさ、あのお取り寄せみたいな家で食べれるやつ頼んで。いいね。いや、めっちゃ美味しかった。お腹空いてきた。うん、ちょっとね、ご飯しか出てこなくなっちゃった、コメント欄が。本当だ、ね。日本海の魚だって、金沢は。うん、絶対美味しいじゃん。胃が足りないって言ってた。え？りのちゃんの大関節は福岡行った時胃が足りないって思ったって。あー、なるほどね。福岡美味しい。わかる。わかる。え、待って、私鹿児島のもんなんか食べたんだけど、なんだっけな、今鹿児島はいかがってコメント来て、鹿児島のやつ今日食べたんだけど、あ、違うか、あれ鹿児島、じゃ今日さっき食べたの、なんだっけ、鹿児島のもの食べたのに、あ、レトポン食べたんだ。え、トッポギ、え鹿児島のトッポギなんかない。レコポン、レコポン、レコポン、うん、なんか買ったって言ってたよね。あ、そう、しかもね、700円のレコポン買った、バカ高い。あれでしょ、なんかショールームで、あ、ショールームでそういっぱいみんながなんか課金してくれたから、その記念に。めっちゃ美味しかった。やっぱ高いみかんは美味しいね。安いみかんも美味しいけど。うん。果物は美味しい。果物すこや。いいなぁ、デコポン。さ、みかんとかさ、皮をさ、あの、つながったまま剥く派？それとも、あの、ボロボロ派？私は絶対つながったままです。あ、私も全然ボロボロなのよ。いや、そうだろうなと思った。別に言わなくたってそうと思ってた。じゃあ、納豆は、タレを先に入れて混ぜるか、混ぜた後にタレ入れるか。どっち？先に入れます。ああ、一緒一緒。弟はね、なぜかね、後に入れるの。だその方が味濃くない？しょっぱく感じない？だそっちの方が美味しいっていう、だ検証結果であるのかな？わかんない。そうなんだ。え、なんかね、うん、めっちゃ美味しいトマト言っていい？言って、私トマト大好き。あのね、あれ、優等生っていうトマト。優等生、調べよう。あのね、優秀の優に、うん、糖度の糖に星、ね、もうマジでうまい。糖分の糖ってことよね。そうです。あ、ほんと出てきた。え、すごい。あ、和歌山？ん？どこのやつなんだろう。優等生。じゃ一回でいいので、ぜひ。ちっちゃいやつ、ミニトマト？ミニです。ね。和歌山っぽい。和歌山トマト優等生って出てくる。美味しそう。いいね。ちょっと後でお母さんと頼もう。うん、そうして。ふるさと納税してるじゃん。あ、そうなんだ。うん、私お店でしか買ったことなかったけど美味しいですよ、うん、うわー、めっちゃ石川県のおすすめの食べ物出てくる、やだ、美味しい、ね、食べ物からいいよ。好きな YouTuber 知りたいですって教えて、最近。うわー、迷う。だで、めっちゃ見てるもんな。どういう系見てるん、逆に。私は、私結構見てるけどね、うん、結構見てるからさ、おすすめとかじゃないんだよね。なんかさ、出てこない、ここに。わかる、あ、出てくる、出てくる。方面にバーって出てくるじゃん。私でもどっちかっていうと、その、なんとかしまーすっていう系の YouTuber よりも、うん。あの、Vlog 系が好きかも。あ、あっち系？こじはるさんとかがやってるような。とか、なんか基本的にダイエット Vlog、意識高い人の生活見るの好きだから。
あー、わかる。でもさ、意識高い人のさ、見すぎてるとさ、なんか自分の生活がもうなんか、うん、なんない。ビビる。ビビるよね。だから、うん、だから、だけど、まあ、みんなこんな生活を実際してないだろうなと思いつつも見る。あ、あとゲーム実況も見てるよ。あ、それはわかる。おすすめの人教えて。え？ゲーム実況？誰を見てるんだろう、私。なんかさ、もうおすすめに出てくるからさ、なんか人とかわかんない。ああ、適当に見るんだ。あと、あの、ゲームの、ゲームで調べてみたりする。あの、人とかじゃなくて、例えば、何のゲームだったら DVD って調べてみたりとか、こういうコードだったらこういうコードって調べてみたり。DVD って何？デッドバイデイライト、私やりたいの。え、てか PS？ あ、持ってるよ。もうずるい。私 PS4 持ってなくて。まあ確か今買うの PS5 出るんだっけ。そう、だから PS5 のために私はもう待ってる。あ、私も花江夏樹さんの見てます。ごめんごめんごめん。花江夏樹さんのあの実物を見てる。この間あれやったよ。この間それテレビでやったわ。え、やった。テレビでその話した。ゲーム実況の時に花江さんのお話した。あ、見てる。見た、この間。それで面白かった。絶対もう耳が幸せなんだよね、あれは。あ、そっか、好きだもんね、鬼滅が。うん、私終わっちゃうの。うん、そうだね。ネタバレになっちゃう可能性もあるけど、まあ鬼滅本誌はもう最終回を迎えたっていう感じで。そうそう。いや、花江夏樹さんのぶつもり実況マジで面白いよ。見るね。うん。D by D って何？デッドバイデイライトっていうゲームがあるんですけど、うん、そう、これはね、あの、ホンダのバイク？ああ、ホンダ翼さん？ゲーム実況は強く見てんだけどさ、うん、それで初めて知って、私 PS4 持ってないからできないんだけど、それがもうめちゃめちゃ面白そうなの。なんて言ったら、あの、携帯で言うとさ、第五人格わかる？いや、わからん。もっとさ、当たり前の例えにしてくれないと。わかった。バイオハザードとかない？ハンターが一人いて、五人仲間がいるんだけど、うん、5人仲間がいて、そのハンターに捕まらないように、あの、出口の扉を解除しながら進むみたいな、なんかそんな感じのゲームで、そう、めちゃめちゃ面白いのよ。かくれんぼ、言ったかくれんぼ、かくれんぼ、協力して脱出するかくれんぼみたいな感じ。へえ、それがもう本当に面白そう。本田翼さんのね、ゲーム実況を見たらもうめちゃやりたくなる。あ、そうなんだ。うん、あれ始めたよ。ん？あれ始めた。フォートナイト。フォートナイトね。フォートナイトはね、弟がスイッチでやってる。それ見た。そう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 。私はスイッチでも PS4 でもどっちでもやってる。あ、そうなんだ。じゃあスイッチで一緒にできるね。近くでやりたいときない？ん？ゲーム近くでやりたいときとテレビでやりたいときあるのよ。ああ、わかるわかるわかる。だからスイッチだとちっちゃくできるもんね。そう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 。わかるわかる。D by D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 VD デッドバイデイライト DVD、 それを見てみよう。うん、え、めちゃくちゃ、だから私も PS4 持ってる人にはもうやるべきやと思う、私は。あ、そう。うん、ただ PS4 使ってないな。全然 PS4 もったいないよ、使わない。タンタ使うね。じゃあ使って、羨ましい。私はもう今 PS4 を買うんではなくて、いや PS5 を待とうっていう精神を保ちつつ、おうち時間過ごしようか、頑張って。あ、そう。うん。PS5、本当に出るの？それも公式のやつ？え、PS5 が出ることは決まってるけど、まあ今年中に出せるかどうかっていうのはまだ分かんない。あ、まあそうか、この状況だから。Apex やりたい。私も Apex も絶対にやるから。Apex って何？ Apex は何だろう。もう本当、こういうコード、フォートナイトとかの類とは似てるっちゃ似てるんだけど、エーペックスの良さ、むずっ。じゃあみんな、ちょっと説明して。私説明苦手。エーペックスって何よ？いや、戦うやつだよ。ほんと、一緒、RPG ゲームと一緒だけど、なんだろうな。浮気がすごい楽しいっていうか。っていうか、正直、うん、レッドバイ、何て言うフォートナイトも一人でやってもあんま楽しくないの。そう、でもそれはエイペックスもまあ似たようなもんだよね。デッドバイなんとかもそう。デッドバイデイライトも一人、まだ誰かと協力してやるゲームだから、それ全部一緒。やっぱそうだよね。一人でやって楽しいやつがやりたいんだよな。それって動物の森とかなんじゃない？やっぱそうそうそう。
で私一人でやるんじゃなくてみんなと協力してなんっていうのがすごい好き。そっか。だけが。それ何なのさっきから。テッションぐちゃぐちゃにしてる。来たの？さっきからさ何なんかすごいおしゃれなさなんていうの俺が。ちり紙とかでさ、なんか作った飾りみたいなやつかと思ったら全然ティッシュだったわ。りのちゃん、ティッシュをいじめないでって書いてあるよ。いやー特性のあるキャラを自分で選んで戦場で戦い合うゲームがエーペックス。そう。そうそうそう、キャラが選べるね。だから、そう。エーペックスは3人1組のバトロワ。エーペックスにめっちゃフワちゃん似てる人がいるの。え、どういうこと？私いつもそのフワちゃん選んでるもん。あの友達あのなっちゃん家とか行ってエーペックス借りてやるときに、うん、いつもフワちゃん選ぶね。フワちゃん似てる人がいないのちょっと見せたいわ。出てくる絶対ね。エーペックスやってる方わかると思う。エーペックスキャラめちゃめちゃフワちゃん似てる人がいるんだよね。みんなわかるかな。アイギス面白い。PS5 年末に出るのまではソニーが発表済みだった。あ、そうなんだ。楽しみ。なんかさ、でっかそうだってね、あのリークの画像が本物なの。あの画像って本物ですか？あの加湿器みたいなやつ。わかんない。見てこれ。全然似てない。ちょっと待って。フワちゃん、もうちょっとね、違う、本当の本物の写真の方が似てるんだけどさ。似てるんだよ。ね、あの PS5 のあれ本物ですか？皆さん、加湿器みたいなやつ。あれ、リークなのかな。で、結構、あの、大きめだ、大きめというか、すごい。でっかかったよね。うん、すごいビジュアルだった。あれだったらちょっと困るんだけど、私。全然似てないと言われたら悲しい。ピエン。あれが本物か、リークかどうかずっとコメント見ちゃうわ。猫の水の音がする。あ、そうそうそう、猫の水が、ね、すごい、もういい音よね。あるのかな。あ、どうなんだろう。詳しい方いると思うけどね。ね、あれが遅れてるからね。ん？コメントが結構さ遅れてくるからさ。そうなんだ。うんうん、どうなんだろうね。でも楽しみ。アニメとかは見ないんだっけ？私？うん。あんまり見ないかな。あ、そっか。見てる？うん、アニメしか見てない。今、ハイキューっていうアニメ見てるんですけど。あ、なんか聞いたことあるよ。見てほしい。ほんと、なんか、あの、結構シーズン4ぐらいまで出てるのかな。で、多分、今私はシーズン2の途中なんですけど。うん。こういうさ期間があのいっぱい出てるシリーズものってさ、こういう期間があるときにバーって見たいじゃん、やっぱ。はいはいはい。大きい時間に見てほしいなと思うんだけど、いや、ハイキュー見てたらなんかもう、みんなが自分ができることを本気でやっても上しか目指してなくて、なんかもうギラギラメラメラしてて熱くて、なんかもう、はぁってなる。誰が好きなの？私は、待って、名前がさ、ちょっと合ってるかな。まだ宮城か。はい、はい、待って、影山じゃないの。灰原じゃなくて、なんだっけ、あー、名前が出てこない。かっこいい。先輩、3年の先輩の、やばい、顔が熱くなっちゃった。興奮。興奮しちゃった。待って、灰原じゃなくて、なんだっけ、みんな。ひなたね、かっこいいよね、ひなた。わかる。でもね、ハイキューは本当に見てほしいわ、みんなに。すごいいいのよ、もうなんか、あ、そう、菅原さん、そう、菅原さんです。菅さん。みんな気づいてる、すごい。菅さんです。菅さん、めっちゃかっこいい。あ、そう。顔が、うん、顔っていうより、あの、なんだろう、絶対的存在感というか、なんか、こう、チームをまとめてるというか、なんか視野が広いというか、どこまでも優しいというか、なんというか、わかる、みんなって感じ。あ、そうなんだ。私、うん、本当にあんまり見れないんだよね、アニメ続けて。長い？まあ、でもその長いのすらも楽しいっていうのがね。うん。まあね、向き不向きはね、あるもんな。あれは見たね。何何？約束のネバーランドの漫画読んで、
漫画の後にアニメは一応見た。いい、ね、うん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 。ノーマンがかっこいい。なんかさ、普通にさ、うん、メルちゃんさ、まあ変な言い方なんだけど、あんま別に男の人好きじゃなかったじゃん。うん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 。ファンの人以外あんまり好きじゃないみたいな男の人。うん、なんかまあ恋愛対象とかない。それは今でも一緒ね。うん。でもさ、アニメにさ、アニメの人好きになったんだね。そう。だから二次元は、そう、好き。だから前そうじゃなかったよね。前二次元も全然好き、別に興味ないって感じだったよね。あの、アニメに目覚めてなかったまだ。あ、そういうことね。最近なんだ。うん。うん、なんかこう、ね、かけ狂いっていうアニメに出会ってからアニメの世界を好きになってっていう感じ。そうそうそう。略デバはね、シーズン2がね始まるって言われてた気がする。え、そうだよね。なんか途中で終わっちゃったよね。そうそうそう。でもだあれはシーズン2が始まるって言ってっても言ってなかったっけ。なんか発表されてた気がする。そうだよね。じゃないとあそこで終われないよね。そう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 。まあね、結構あの鬼滅は誰が好きなの。鬼滅はしのぶちゃん推しだけど、もうなんか善逸とか伊之助とかもかっこよくなってるし、義勇さんも好きだしみたいな。みんな好きじゃん。もうみんな好き。あのね、鬼滅に関してももう全員、全ての世界線もこの世界が尊いって感じ。そうなんだ。どう、さしこちゃん的には。私ね、実はね、大ハマりはしなくて、もちろんめちゃくちゃ面白いんだけど、うん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 、誰がなんかかっこいいとかその思わないんだよね。あ、ストーリーがすごいなとか思うけどね、もちろん、うん、なんか尊いみたいな、ふぅーみたいな。だから多分さしこちゃんがハロプロさんが、うんうんうん、追いかけてたけどすごいファンの時期、ファンじゃないですか、うん、そういうのと一緒よ多分私は。あ、そうそうだね、多分ね。でもう尊い、この世界に行きたいって。だってさしこちゃんとさ一緒にコンサート行ったらさ、いつもなんか、うんうん、あ、そうだね。それが私にとってアニメだからもう画面だったっていう。そういうことね。そうそう。なんか羨ましいな、逆に。なんか三次元で推しがいる人は。あ、会えるからね。それはあるかもね。そう。し、届くじゃん、声が、コメントとかで。そうだね。こっちはさ、どんだけ好きでも、どんだけ思っても、どんだけその人についてツイートしたとて、本人には届かないやんっていう。その人は知らないってやつね。そう。悲しいよね。っていうね。逆に、あれ面白いです。ニジプロ。ニジプロってなんだ？ Hulu の、うん。というか、あの、スカッ、なんですか、スッキリとかでも放送してるんだけど、韓国のオーディション番組の日本版で。あ、待って、スッキリでは見たことある。あ、それ Hulu で見れます。あ、そうなんだ。え、そういうのあったよね、あの Netflix のさ、テラスハウスとかじゃないけど。あ、人間の方が好きだね。そう、人間バラエティ的なの好きだよね。もうでもニジプロはもう全員可愛い、全員主人公。いや、スッキリで見た時になんかえっと思った。もうビジュアル高すぎて。そう、みんな実力あるし、うん、頑張ってやった。すごい、本当になんかすごい、みんなダンスとか上手くてさ、すごいよね。それでもみんなダンス上手くて、みんな歌上手くて、みんな可愛いのにさ、デビューできないかもしれないんだよ。それね、なんでこんなダンス下手くそなのにアイドルやってんだろうと思う。いや、それはまた別のやつがあんのよ。別の輝きがあるからいいのよ。でもさ、もしあのなんか来世もアイドルっていう道に進むなら、もう絶対私はダンス習う。思わない？絶対私ダンス習いたいもん、もうちゃんと幼少期。今からでも間に合うからやんなよ。え、ちょっと絶対やった方がいいよ。絶対に、絶対にダンスか歌どっちか。誰推しですかってよ。あのね、言いたいんだけど、ごちそうさまで。これね、プロデュース101ジャパンの時もそうだったんだけど、投票期間なのよ多分。あー、そっかそっか。まあ、私あんまり投票のことは詳しく分かってないんだけど、多分だから投票もんだから、ちょっと私が言ったことによって私のファンの人が投票とかしたらさ、そうだね、話が変わってくるから。うん、じゃあそれまたいつか言う。いつか決まったら、うん、来世もアイドルなんだね、だってよ。あ、私来世は絶対あの気になるって決めてるんです。すいません。すごいいいね。で、ないんだよ。
え、絶対人間。どっち？性別は。性別はどっちでもいいかな。人間がいいな、でも。絶対イケメンだと思う。もし男性になったら。え？超女たらしそう。なんか。そうかな。うん。絶対そう。あの、ね、無自覚な女たらしのパターンだと思うな。そうかしらね。なんか。で、すごい想像できない。どうなの？なんか私、高校とかでさ、例えばなんか拾ってあげて、なんか、無駄に笑顔を振りまいてそうだもん。なんか、あ、ペンみたいな感じ。ちょっと、ごめん、マジで、その高校時代のやつが想像できないの。あるあるみたいな、ない、なくなっちゃった、その、あ、やりそうみたいな、なんかそれを思い出すのに一苦労みたいな感じなんだよね。漫画で。言ってたの10年以上前なのよ、私。あ、スカッと面白かったですって。あ、でも1時間経ったよ。そろそろやめます？早っ。早いね、1時間。あっという間。あっちゅう間。うん、あっちゅう前で。あっちゅう間。スペシャルタイム。何しようよ、最後に。何？顔の上半身、下半身。あ、いいよ。顔の、じゃあ、手もやろう。手？どうしたらいいの？上半身、下半身の手って。手さ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。手ぴったりなんだけど。いや、マジで顔の相性悪いね。最悪だ。悲しい。悲しいよ。私、あざある？あざ、うわ、ほんとだ、あざある。何これ。え、知らないうちにあざできるよ。私、あざめっちゃすぐできんの。ね、なんかさ、足とかにさ、なんか、え？みたいな。何のあざみたいな。いつもあざある。別に、その、酔っ払って、うん。とかじゃない、とかじゃない。ええ私が10年切れそうなだけ。 OK。 すぐあざ切れそうなの。あざ切れそうじゃない。ハート。すぐあざできる。じゃあバイバーイ。バイバーイ。 OK。 バイバーイ。またね。メルちゃんありがとうね、誘ってくれて。はい、こちらこそありがとうございました。見てくれた人もありがとうございました。またね。切っちゃいます。